東京オリンピックがアメリカのメディアから中止を提言されているということで見ていきたいと思います。現在開催を目指している東京オリンピックですが、アメリカ有力紙のワシントンポストが東京オリンピックの中止を決断し、費用の損切りをするべきだという記事を出したそうです。その記事では IOC のバッハ会長をぼったくり男爵と表現し、オリンピックの開催国を食い物にする悪癖があると非難したということです。なぜそのように非難したかというと、コロナ禍にもかかわらず東京オリンピックを強行しようとしているのは主に金のためだと言い、 IOC は収益を得るための施設建設やイベント開催を義務付け、収益のほとんどを自分たちのものにし、費用は全て開催国に押し付けていると強調したということです。さらに日本がオリンピックを中止した場合、違約金を払わなければならないんじゃないかということもささやかれているそうなんですが、それに対し日本が契約を破ったとして IOC は日本を訴えるのか、そんなことをすればパンデミックの最中にストレスと苦しみのある国で大会を強制する IOC の評判はどうなるだろうと指摘し、キャンセルは苦痛かもしれないが浄化になるといったことを掲載したそうです。さらに開催に否定的な日本の世論、医療体制の逼迫などに触れ、世界的大流行の中で国際的なメガイベントを主催することは不合理な決定だという正論も載せたそうです。はい、まさかね、平和の祭典、スポーツの祭典、オリンピックの裏にそんなお金絡みの話があったなんてということを載せています。国際オリンピック委員会のね、バッハ会長がまさか日本を、開催国を食い物にしているぼったくり男爵だったという衝撃的な、ね、内容が書いています。事実は分かりませんが、はい、さらにワシントンポストは、日本がすでに当初予算を大幅に上回る250億ドル、約2兆7000億円をつぎ込んだとした上で、新型コロナ対策の追加経費、さらに医療人材の確保など、今後も日本側の負担が大きくなると見込まれると指摘し、さらに海外からの観客なしでの開催により観光収入も見込めないとして、オリンピックまで11週間と迫った今、日本の指導者は損切りをするべきだとしているということです。はい、まさかのね、2兆7000億円をオリンピックにつぎ込んでいた。当初の予算では7000億円だったそうです。コロナでね、お客さんも来なければ観光収入も見込めないとのことで、まあ、お金だけじゃなくてね、やはり医療方面、人材の確保だったりもまだね、日本も収束していないので、それらも考えて中止も考えないといけないのかなといった感じですね。さらにアメリカの新聞サンフランシスコクロニクルは、東京オリンピックについて、世界各地でコロナウイルスの影響が長期化する中で開催されるべきではないという記事を掲載し、ワクチン接種が進む国もある一方、深刻な状況が続く国々もあるとして、東京オリンピック開催には時間が足りないと訴えているということです。さらにアメリカのニューヨークタイムズが、東京オリンピック開催について最悪のタイミングとして、日本と世界にとって一大感染イベントになる可能性があると指摘したということです。はい、もうね、コロナが入る前はどう日本の夏の暑さをしのぐかという対策がね、たくさんされていたんですが、もう現在はコロナのね、問題、さらにはそんなお金の問題までね、渦巻いていたとというね、記事をアメリカのメディアが提言したということです。でも本当にオリンピックもすぐですから、最終決定がね、どうなるのかというよりも、まずはコロナをね、収めないとといった感じですね。はい、もうオリンピックはね、純粋な平和とスポーツの祭典であってほしいと思います。以上です。